イドを捨てきれず、ラッキーミーの影を追いかけた。ライオット続く微かな道を選んだ。言葉よりも体よりも形のない大切なもの。やみつきよ。あ、やみつきになるとちょっと音上げたくなります。この時期ね、歌いたくなる曲があります。聴いてください、スローバラード。Slowly
の子の願いとは聞いたよ。本当にさ、確かに聞いた。はい、僕ら